拍手でお送りください。インクレスはかっこいい。さあ出てまいりました。先ほどの PR セットとはまたですね、ちょっと趣が違った。今度は WRX ですね。5ドアのハッチバックで、4駆、まあ、エンジンはですね、同じ2リッターですけれども、2リッターのボクサーなんですけれども、こちらはですね、ターボをつけたですね、よりハイパワーなマシンになってますし、皆さんご覧になって分かるように、車の中にはですね、ロールケージ入ってますね。ラリーで転倒した時なんかにもですね、ドライバー乗員を守るためのですね、ロールケージが入っている車です。音もちょっとのぶとい音がしてますね。さあ新井選手、皆さんにですね、まずはご挨拶していただいて、これちょっと井口選手迫力がなんかまた違いますね。多分半端ないっすね、これ。これ半端ないっすね、これ半端ないっすね。バンパー取れたらどうしようって言ってましたからね、佐々木選手。なんで井口はあんな急にじゃないか。お、始まりました。さあ、いきなし車真横に向けて、危ない。新井さん切れてます。危なすぎです。いやでもすごいな。いやー、これはまたすごい。四駆なのにすごい、もうくるくる回ってますね。やはりコントロールが相当しやすいと、そういうマシンに仕上がったと思います。選手、これはちょっとすごいことになってるんですけれども、気持ち悪い、ドライバーが気持ち悪いと言っております。回りすぎて気持ち悪いと。これ出てくるのも一苦労ですね。すごい、むせてますけれども、新井選手どうしたんですか。自分で回ってて気持ち悪かった。昨日飲みすぎたんじゃないですか。昨日飲んでないですけどね、同じ方向だけ自転したらダメ、ね、気持ち悪い。これWRX は四駆ですよね。四駆だけでもすごい、もう自由自在に回してますね。そうですね、やっぱりこのぐらい力があると四輪駆動じゃないとああいうふうに動かないですよね。多分リア駆動だとまっすぐ進まないので、だからこれやっぱりスバルの四駆の良さで、四輪駆動なのにああいうふうに動くんですよ。四輪駆動だけれどもコントロールしやすいという。だからわざとやっぱりこうすごい滑らせたりしてるわけですよね。普段はもっと安定してるっていうことですね。そうですね、普段はラリーの時はもっと安定させて走ってて、とっさにああになった時に対処ができるようにしてないとダメなので、こういう運転はできないとダメなんですよ、はい。ガードレールが全部無事だったので、それが本当に良かったですけれどもさっきあそこの真ん中のですね、プラスチックのやつ、正直ぶつかるかと思ったんですけれども、全然余裕ですか。やっぱりまだまだ全然ですね。まだまだ。もう一回行きます。もういいですか。さすがに川口さん立ってるんだったらやってもいいですよ。俺立つんですか。いや、拍手来ちゃいましたよ、これ。ちょっとマイクをどなたかに渡さないとこのできないんで、じゃあ僕立ちますから、どこに立てばいいですか。ここら辺ですか。わかりました。じゃあ行きますんで、私が生贄になってきます。じゃあ新井選手、もう一回ですね、お願いしたいと思います。怖いね。 Thank you.
川口学さん、多分当ててくると思うのでジャンプして避けるみたいな、そんな感じで。井口君は寝る？寝ない。またよくあの狭い場所に横に車をできるよね。すごい前後の感覚、どこに目があるのっていうぐらいによく見えてますね。どうでしたか川口さん。今ぶつかったと思いましたね僕。あれはあのギリギリで止めていただいたんですけれども、いや新井選手さすがですね。すごい、皆さん拍手お願いします。新井俊博選手でした。皆さんにじゃあご挨拶していただきたいと思います。拍手でお送りください。新井選手もありがとうございます。拍手でお送りください。さあ皆さん拍手でお送りください。新井俊博選手でした。さあ新井選手がですねこちらに戻ってきましたら、こちらにですね車並んでますけれども、こちらでドライバーと車のフォトセッションをですね、行いたいと思います。